あっくんこくチャンネルです。今日は大虎の動きについて解説したいと思います。大虎の動きはですね、このようにね、葉っぱがね細かくて綺麗でね、割とね肉厚の葉っぱをしています。生えている場所はね、このようなねちょっと湿った、ようなね、場所に生えることが多いですね。このような沢沿いに生えることも結構多いかなと思います。沢のね、石などにね、このようにね活着していることが多いと思います。毛足というかね、軸が長いのが特徴でですね、テラリウムなんかでもね結構これ背の高い苔としてね利用されています。